はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エイティブログです。堺に来てます。堺の中心です。夜の街は堺ですね、名古屋は。そうだね。ということで今日はなんで夜に回してるんですか？今日はちょっとここら辺のドイツ料理屋さんに行きたいと思います。最近オープンしたばかりの飲み屋街みたいなところがあって、そこにドイツのレストランが入ってるからドイツ料理を食べたいと思います。ここからもう近いのかな？すぐにあのドンキの隣に入り口がある。オッケーオッケー。じゃあ早速行きますか。はい、行きましょう。もうこれかね。のれます。はい、入りましょう。あ、すごい雰囲気めっちゃいいじゃん。そう、雰囲気めっちゃいいし、なんかいろんなお店が入ってる。本当はなんか建物の中なんだけど、すごい飲み屋街の外の雰囲気がある。そう、ここから入ったらもうなんか外って感じ。すごいじゃん、のれんない。うわ、めっちゃ雰囲気いい。いいでしょ。最高じゃん。最高でしょ。あとめっちゃいい匂いしてきた。日本コースの方に。あ、もうさっきここだよ。あ、じゃあここ入る前にちょっと、ま、飲みようか。なあ、見ますか。ここは台湾料理。いや、すげえよ。いいでしょ。こんにちは。たこ焼き。いや、このテンション上がるやつ。ああ、よかった。なんかさ、これ何年かさ、こう変えながらさ、はい、飲むっていうのも全然あるよ。でも、狭いからソーシャルディスタンスはあんまりない。マグロちゃんはマスクをしてるよ。普通の境に戻りました。こうお酒を飲むのが大好きな人にとっては天国みたいな場所。これ、ノレの街でドイツのお店にまずは行って飲みまくりましょう。なんかこれテンション上がりすぎて、そういうことです。いろんなお店に入りたくなって。そう、なんかいろんなお店に入りたい。ベロベロになるまで飲むっていう。まあ今日はそういう企画じゃないから、今日はねドイツの料理を紹介するっていう。これうちで一番高い。ここだったっけ？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ソーセージいかがですか？あ、ザワークラウトあるじゃん。いいじゃん、いいじゃん。これすごっ。はい、ありがとうございます。もうないです。ビールはいくつかの種類があることを説明されたんだよね。ジャーマンラガーとデュンケルとおすすめビール。で、これ今ね、ジャーマンラガー。デュンケルってさ、黒ビールだよね。そうそうそう。ジャーマンラガーって何？説明が書いてあるから、ちょっと。あ、本当だ。ドイツのオクトーバーフェストで定番のジャーマンラガー。2時間飲み放題で2000円かな。めっちゃ安い。安い。だからこれ3杯飲んだらもう元取れちゃうから。ということで。乾杯。コース。おいしい。うまい。皆さんが知ってるかわからないけど、私はビールが嫌いです。日本のビールでも嫌いだし、ドイツのビールも嫌いだから、こういうドイツの飲み屋に来ても、ジンジャーエール。もったいな。こんなうまいビールがドイツにはあるのに。じゃあちょっと一口。あ、でもこれ本当に飲みやすいよ。あの苦味とかなくて、もうさっぱり、ちょっとフルーティーなさっぱりな感じ。本当だ、美味しい。ね、うまいね。あげない。今来たのがジャーマンポテトじゃなくてポテトサラダだよ。え、これジャーマンポテトじゃないの？あ、そうか、違うのか。ポテトサラダか。まず注文したのがオーセンティックのドイツ料理だよ、うん、サワークラウトとカトフェルザラーね。ポルトサラダね、カトフェルザラーって。そうそうそう。だからその2つをちょっと食べてみて、どれぐらいドイツの味をするかを。そうだね。ちなみにこれザワークラウトはキャベツ、キャベツを漬物みたいにつけたやつ。そう。うわうわ、もう美味しい。うん、うん、もうもっ、うわ、うま。ドイツ人味合格しました。ドイツ人が認めるドイツ料理ということで。カトフェザラ。ドイツにもいろんな種類のカトフェザラ。ビール、うま。話を聞け。種類がいろいろあるから。あ、なんかそうだよ。だってレンナが作ってくれるカトフェルザラとこういうじゃなくて、あのピクルスとか入ってもっとあのさっぱりした味だもんね。いいね。ちゃんとした大きいソーセージだね。
それは大事。元気なうちに、いや、こんなん絶対美味しいじゃん。やべ、幸せだ。いや、私も幸せだよ、ね、デュンケル来ました。乾杯。同じのクライナークライナー、これはこれでなんか美味しい。私も飲みたい。これもなんかめちゃくちゃ飲みやすくない？でもさっきの方が好きだった。あ、さっきの方がよりあれだね。あ、これもいいな。いいや、全部 2杯ずつ飲む。この動画のさ、エンディングの時俺もベロベロになってるかもしれない。絶対にベロベロになってる。最後まで見てください、僕がどうなるかっていうのを。そうだね、2時間ドイツビールを飲み続けた結果興味がある人は最後まで見てください。貸し切ってオフ会したいなと思って。まあ俺らのオフ会に誰も来なかったら俺ら2人で参拝することになる。恥ずかしい。それはそれでいいんじゃない。ちょっとメニューの話をしたいんですけど、この中でこれはドイツ料理じゃないという話をちょっとしたい。なんでさ、ガーリックエダマメとかは違うじゃん。エビのフリットとかは全くドイツにない。なんかマッシュルームリゾット、リゾットも全くドイツ料理じゃない。マッシュルームリゾットもいいじゃん。なんか締めで食べるの美味しい。で、その締めで食べるものはあのドイツの考え方じゃないから。ああ、まあそうか。居酒屋スタイル、いろんな料理を注文して食べるのもドイツにはない。ああ、そっかそっか。だからあれだね、ワンプレートだね。自分のプレートを注文してそれを食べる。もう酔っ払ってきたってことやば。あーうまデュンケル飲むのが早い。なくなっちゃいました。開始10分ぐらいでドーン。ビール来ましたよこれ。あーちょっと蜂蜜の風味がするけど、なんかフレーバーを足してる感じがする。でもドイツのビールにフレーバー足すことはないよ。ドイツの法律でビールに何も足せない。あ、そうなの。自分の文化を守ってる。あー、なるほどね。なくなってしまいました。ジャーマンラガー1つ、はい、やば。これが動画になるってもうこれこそ最高の人生だよ。この美味しい料理と美味しいお酒を飲みながらそれがコンテンツになったら、あーうまっ。一回止めるか。バイバイ。カレーブーストが来たけど。カレーブーストと風味がジャーマンポテトとビール。近くで動画を撮れ。厳しい女ですよ皆さん。命令される。ビール飲んで飲もうとしてたの。ダメだ。仕事。まずは仕事。その後はビール。うわー、カレーグラスうまそう。じゃあ、匂いがする。これさ、切るところから。おいしい。あ、熱いの。で、ただこのカレーのソースが少なすぎる。確かになんかあれだね、もうちょっとカレーのソースがいっぱいあってこうドローンってつけて食べたいね。ジャーマンポテトは油でフライパンでポテトを焼いてガーリックとかも入れてるの。お仕事に伝わって。私作ったことないからわかんないけど、塩コショウのオニオン、と、ベーコン。あーうまい、ね、美味しいよね。ベーコンと一緒に食べるのもまた美味しい。リュンケル来たよ。よかったね。私はお腹いっぱいだよ。うまっ。ほら全然お腹いっぱいじゃない。じゃあよかった。残り食べて。あれもさ、もうお腹いっぱいなら食べなくていいよ。何で食べようとしてるの。あるかな。これラストソーセージだよ。はい、食べて。カレーブーム。なんかちょっと注文しすぎた ね意外とシュマッツが良かったね。そう、いやすごいいいと思うよ。はい、なのでちょっとだけでもドイツ料理を食べてみたい、ドイツのビールを飲んでみたいという人はちょっと調べてみてください。ちょっと概要欄に一応ウェブサイトとか貼っておきますので、ね、このドイツ料理の動画が楽しかったなら
いいねボタン押してください。おすすめのドイツレストランとかドイツのパン屋とかドイツの何でもいいけど、おすすめがありましたらありましたらコメントで教えてください。お願いします。まだチャンネル登録してない人は今回ぜひぜひチャンネル登録してください。で、また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。